皆さんこんにちは、釣り YouTuber の岩田ジミロです。そしてタイガー桜井です。体浮田です。さらにアグナムです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今回のシャドーバースの動画はですね、はい、皆さんにお待たせしました、うん、俺たちのレイジ、我々ファミツーアップのシャドーバースメンバーが環境最後に誰が一番強かったかを決める俺たちのレイジを毎回やってるんですけども、はい、なんとですね、今回ちょっと緊急で運営の方から、はい、まあちょっと新しいサービスというか、新情報が入りましてね、はい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 、でちょっと俺たちのレイジをどうするかっていう話を、うん、まあみんなでね先ほど協議しましたね、うんうんうん、でまあこの俺たちのレイジを楽しみにしている方々もまあちょっとだけはいると思うんで、それについてちょっと今日は動画で話していこうと思います、うんうん、まずは緊急で入ったその運営がね、うん、新しく今回新カードパックの時に、はい、入れる、新しい、まあ、やり方というか、それがプレリリースというものになります、うん、まあ、次の新カードパック新羅方向、こちら9月26日に実装が決定しているんですけども、このプレリリースというのは9月19日から25日までの期間限定で、新たなカードを先取りして遊べると、となっております。でルームマッチとプラクティスにフォーマットプレローテーションが追加され、使用できるカードパックは第10弾から第14弾の新環境の状態でできるようになりますよと。なるほど。はい、そしてクリスタルで購入可能、このプレリリース期間で1パック100クリスタルで新カードパックを購入できます。100パックが購入条件となっており、プレリリース期間中は新カードの生成分解はできません。はい、はい、ということはもう自分が引いた100パックだけで、まあ、そのローテーションのデッキが組めるようになりますよと。はい、はい、といった形で、まあ、ポイント3とポイント4は、まあ、さておき、うん、まあ、こういうね、運営からの、まあ、新しいメッセージというかやり方がありまして、はい、俺たちのレイジじゃあどうすんのと、はい、いつもだったらねカードバンして、うん、ローテーション環境でその制限された中でデッキ構築して最強を決めるっていう形だったんですけども、はい、今回の俺たちのレイジ、うん、このプレリリースを導入したいと思います。よっしゃー。超楽しみですね。これ楽しみですね。いや長くなりましたけども。長いよ。もっと15秒ぐらいでまとめられた絶対。いやきっちりね、しっかりちゃんと説明しないとね。あ、でもよかった、俺たちのレイジがやらないとならなくてよかったですよ。いやそう、もうやらないまであったよね。まあまあどうするっていうね、かなり日程的に。でこれで盛り上がっちゃうし、うん、それで別のねフォーマットやってもどうなのかなっていうのはありましたから、そう、そういうのもありまして、まあ、どういった形でやるのが一番いいのかなっていった形で、はいはい、今回やっぱこの100パックじゃないですか、うん、で、はい、生成分解できないということで、まあ本当出たカード限られるんですよね。そうなんですね、ちょっとここ認識が違う人結構多いと思うんですけど、うん、100パックって意外と集まらないです、うん、レジェンド3枚集まることなんて相当稀なんで、うん、来ると出ないもん、うん、100パックじゃん、来ると1枚出ればいい方ゴールドね、ゴールドだから出やすそう、ゴールドもでもそんなですよ、割と出ないよね、うんうん、集まんない、むしろ出たところからデッキ作るみたいな、そうですね、うんうん、そういうなんかあの子供心じゃないけどさ、そうだな、ね、そうね、そんな感じですね。学生時代にさ、こうカードを開けてさあ、このカード取ったからこのデッキ作ろうみたいなさ、確かに童心に帰れる楽しいっすね、表現決まってるから、そうお母さんに止められてんだ100パックで、100パックまでね、十分だよね、100パックもカード欲しい、新カード欲しいって言っても100パックまでならまあ許してあげるって言って、もう普段だったら普通にね、もうすぐ生成してさ、うんうんうん、そうですね、考えたデッキ作っちゃうけど、もう今回はその100パックで自分が引いただけのカードっていう状況ですね。だから本当あれですね、今のうちからそのさ新カード見てこういうデッキ組もうかなって思っててもそのデッキ組めない、はい、そうなんですよね、特にレジェが3枚必須みたいなコンセプトは難しいですよね、うんうんうん、出たカードで強いところが寄った
クラスを使うみたいな、うんうん、パックの向くところからもう始まってますから、ね、戦いはね、そうですね、ワンチャン100スルーあるからね100レジなし、100レジなし、あるあるある、ワンチャン、ワンチャンもね、ワンチャンあるから、なので、ね、はい、まあ、あの今回の俺たちのレイジ、うん、まあ、いつも環境最後の、うん、まあ、最強を決める戦いだったんですけど、はい、なんだろう、今回は新環境の最強を決める戦いうん、まあでもやっぱこういうその瞬発力じゃないですけど、うん、もう撮影日とか一応決まってるじゃないですか、はい、決まってますね、こうやって、まあ、言っていいですか、はい、言ってもいいです、これ19日に出て、うん、20日に撮影するんですよ、うん、次の日、ね、そうなんですよ、うん、マジで瞬発力大事です1日しかない調整期間、そう、確かに、しかも調整もランクマッチできないですから、そうなんです、ルームマッチ限定なんで、これ、まあ、ルームマッチとあとあれでも使えるんですよ、プラクティスでも一応使うって言ってるけどね、だからもう頭の中に回すしかない、プラクティスで、そうなんです、ね、マジか、 AI ボコるしかない俺強えってなってね、だからまあそういったちょっとね、プレイングとはまた違うデッキ構築力、瞬発力、うん、そういったものが求められるような、戦いに、なるほど、要するに総合力ってことでいいっすか、うん、なるほどね、そうっすね総合力試される、いろんな要素がやっぱり今回大事になってきますからね、プレイングだけじゃダメですね、かなり運もありますからね、うん、やっぱこの何が出るか、運の比率も何が出るかも限りますし、やっぱマキシマムメタルゴリラ3枚出すやついるかもしれないヨネシスのね、もしかしたら強いかな、ケアも難しいよね分かんないもんね、自分が出てないカードとか使われたら分かんないですからね、あれなんだっけこれみたいな、そうなんで、まあ僕にでも勝てるチャンスがある、なるほど、対戦ルールフォーマットですよ、プレローテーション、ほう、楽しみ楽しみといった形で、はいはい、まあちょっと整理して言うと、はい、このプレローテーションのルームマッチで今回、我々、BO3 対決やります、うん、はい、で、個人個人で引いた100パックの中で出たカードから、デッキ構築をしていく形になっているますね、うん、まあ、今回はね、はい、バンはない、バンマシンブックソーサルだけマシンブックソーサルバン、でまあ、今回はまあもうちょっとシンプルにして、はい、さらにこれにバン加えたらもうわけわかんないから、まあまあまあシンプルに今回はそういった番なしで、はい、普通のプレローテーションの環境でやっていきたいと思います、はいはい、でプラスですね、それだけだとちょっと面白みがないので、うん、まあそのままだとね機械ウィッチ使っちゃうとか、うんうんうん、そういう形も考えられるのでエリア使っちゃうよ、はい、なので、独自ルールとして、はい、今回の新カードの採用枠、うん、1デッキにつき15枚以上、うんうんうん、これを、はい、制限ルールみたいな形で入れて、やりたいと、まあいくらでも入れていいんですよね、15枚以上だったら、15枚以上だったらいくらでも入れていい、15枚多いな相当多いぞ、意外ともうあれっすよね、ゴールド出なかったらもう組めないみたいな可能性もね、まあ、ニュートラル何枚が絡めばいいかな、まあ、確かにニュートラルでゴリ四つしかなさそうな気がしてきてる、うん、まあ、ニュートラルも強いから追加されてますからね、うん、結構強い今回、うん、なんでいけそうではある、ニュートラルレジェンドとか出たら熱い、熱い熱い、それは芝めっちゃ強い芝引きたい、芝引きたいですね、うん、飛んでけ入れてもいいですか、もう全然飛んでけよ大丈夫、飛んでけ入れても大丈夫、あ、そうです、これちょっと確認しなかったんですけど、スタン落ちって、うん、あ、でも10使えない、そうなの、使えないのか、すでにスタン落ちした状況です、ね、使えないのか、BOS ないんですね、それは違う、ウリア芝できないですか、うん、ウリア芝できない、芝6か、なるほど、いやこれマジで早く剥きたい、剥きたいな、早く剥いて早くデッキ調整をして、うん、純粋にレジェンド出なきゃいけないマジでめっちゃ嬉しそう、確かにわー来たーみたいな、ほんと初心に帰るこれは、まあ、ただその調整もね、さっき言ったようにルームマッチでしかできないんで、はい、まあ、生放送なり、うん、ツイッターとかで募集するなり、はいはい、ちょっとね練習相手を、まあ、見つけなきゃいけないっていう状況でありますね、15枚入れてちょっと組んできてくださいって俺たちのレイジルそこは置いてもいいんじゃん、俺たちのレイジルールやっぱもう既存のデッキに勝てるぐらいね、うん、そういうデッキ作っちゃおうよ、うん、もう既存のデッキ試すのもまあ難しいけどね機械位置とかほとんど落ちないでしょ、機械位置はほとんど落ちないですね、導きだけですね、機械位置に勝てるデッキ作っちゃおうよ
それはもう発見したら、それはもう最強ですよね。新環境ティア1で、そうティア1ですよ、うん、さあということで、はい、まあルールは、分かったと思うので、はい、いつも通り、うん、抽選会をね、お開きたいと思います。よしよし。今回も同じくトーナメント方式、1回戦が2回、そして決勝でファミチャップ最強を決めたいと思います。はい、ということで、いつも通りこちらあみだくじですね。ほうほうほう、A 同士が対決して B 同士が、うん、対決する、はい、といった形で、まず名前を、どこにやるか、そしてその後に線をね1人1本ずつ足して組み合わせ決めていきたいと思います。はい、はい、じゃあ僕からいいっすか。はい、あ、ぶっちゃけどこでもいいっちゃいいんだよね。まあまあ、うんうん、どこでもいいですね。はい、はい、いやいや、いやどうなるかな。1回戦大事だからな。一応前回優勝者はウルフ北川。そうだ、俺優勝したから、うん、じゃあ線足します。 A はアグナムさんですかね。そうです、足してください。なんかすごいおしゃれですね。おしゃれなおしゃれな線足したね。怪しい。これはあっちからあっちまで飛ぶってことですよね。そうですね。なんかすごい、どう動けばいいか分かんそれね、なんか2人ぐらい同じになるから、ね、同じところに行きそうっすよね。これダメじゃないかノリでやったら。確かに、ちょっと俺ここ邪魔なんで、これこうして、よし、これで分かりやすくなった。あ、線を消すっていうね。あ、逆にね、逆にね、逆にね、はい、逆にね、いきますよ。これ分かりやすくなったんじゃないですか。あー、普通ですね。以上。よし、以上でいいかな。以上、行きましょう、行きましょう、行きましょう。ちなみにこれタイガーさん、これはこっからここに飛ぶって感じですよね。そう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 、ここないって感じ。じゃあここ消しますか、これ。あ、でもこれ一つダメか。あ、いいよ、消さなくていいから。消さなくていいから。あ、こっち帰ってください、ここから。じゃあ岩田ジビロからいきますよ。はいはい、はい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 。そうですね、そこ飛んで、はい、あ、飛んで、おー、A ですね。岩田さん、岩田ジビロ A、 岩田さん A。はい、アグノムさん、アグノムさん、はい、次、はい、ピッピッピーで飛んで B。 うわっ、よっしゃー、マジかよ、よっしゃー、くそ、アグノムさんと当たりたくないな。どっちだ。はい、ピッって言って、こ、あ、これ下まで行けますね、これ下まで行けます。ここ関係ない、ここ投資、投資です。あ、なるほどね、投資なんで、えぇ、ー、岩田さんか。よしよしよし、まあまあ前行くのか。前もそうだった気がする。じゃあこう行って、あ、B 行きましたね。あ、B 行った。はい、ということで組み合わせが決まりました。はい、1回戦で落とそう。さあ、1回戦、岩田ジュリオ VS ウルフ北川、前回の決勝戦ですね。あ、負けられないですね、いきなり。すごい戦いが見れそうですね、1戦目から。そうですね、楽しみだ。そして、もう一つの1回戦がアグノム VS タイガ桜井。負けませんよ、自信ありとなりました。なるほど。さあ、という感じで、はい、一応ですね、まあ、さっきも桜井くんから言いましたけども、はい、9月19日にプレリリース実装、そして9月20日に俺たちのレイジ撮影で、編集が、まあ、頑張ってで9月21か22か、うん、そこら辺から順次公開していきたいと思っておりますので、うん、そしてさらにはね、はい、恒例のゲスト、はい、お、こちらもね、楽しみに、お、いる、やった、サトシかな前回はサトシだよな。それ言ってサトシじゃなかった時のサトシの気持ち考えてねそれ言ってサトシだった時の気持ちはい、そんな感じで、はい、そして9月26日には、真の方向実装ということで、うんうん、ファミツアップで動画等もやっていきますので、ぜひ皆さんそちらも楽しみにお待ちください。そしたら今回ご視聴いただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。さよなら、バイバイ。